現在462万人が発症している認知症。その脳の錆びつけを防ぐ最強食材として注目されているのが、健康効果抜群、オメガ3の名でも知られるエゴマ油。油専門店が揃えるえりすぐり商品の中でも断然1位なんです。特に国産は予約販売でほぼ完売状態です。皆さんも一度は手に取ったことも多いはずですが、エゴマ油はですね、使い方を間違えると体に毒になってしまうんですね。そう警鐘を鳴らすのは、食用油を研究して30年、カリスマ油ドクター井上教授。毎日取っている油、一歩間違えれば健康を害するかも。摂取すべき時間帯、聞くのはどっち？一緒に食べるべき食材、聞くのはどっち？今すぐできる脳の錆びつき防止法、全部教えちゃいます。さあ、今日の昼雑誌ご紹介します。はい、慶応大学医学部教授、医学博士の油ドクターこと井上博康先生です。さあ、皆さん、エゴマ油取ってるという方いらっしゃいますか？取ってます、取ってます。江住さん、はい、毎日取ってます。毎日ですか？はい、でも取り方がちょっと間違ってるかもしれないって今ドキドキしてます。はい、さあ、聞くところによると小指さんもお子さんに、はい、まあ、僕はこういうええもんは一回食して家族に送るんですけども、エゴマ油の場合はもう情報だけを LINE で送り、使ってるかどうかちょっと分からないですけど、もう進めてらっしゃる。ほんならええからお前ら飲めよと、はい、まあ、皆さんなんとなくいいんだろうなということはね、理解されてるかもしれませんが、さあ、井上先生にお教えいただきますエゴマ油の認知症に効く正しい食べ方、ラインナップはこちらです。その1、認知症、実はホニャララ歳から始まっている。2、エゴマ油を食べると効果的な時間帯。3、一緒に食べると効く食材は。4、間違えると逆効果、正しい調理法。ということで、最後は最強の食べ方をお教えします。さあ、まずはこちらです。認知症はホニャララ歳から進行が始まる。さあ、坂上さん、何歳から始まる？まあ、でも若年性っていうのがあるぐらいだから、僕はもう40過ぎた頃から僕は中年だと思ってたんで、40とか下手したら30とか、30代から始まってしまうんじゃないかと。いかがでしょう、江住さん。そうですね、昔は寿命がもうちょっとね、50何歳で言いましたから、意外と30代ぐらいじゃないですか、始まるんじゃないかと。さあ、ということで井上先生、何歳頃からこれは、正解はですね、こちらなんです。18歳から。ちょっと、はい、本当ですか？未成年のうちから。マジですか？じゃあもうみんな認知症じゃん。本当。さあ、これどういうことなんでしょうか？はい、まずはこちらのグラフを見ていただきたいんですけども、これですね、人間の脳の重さを、表しています。生まれてから、ずっと、18歳までこうずっと伸びてくる、成長してくるわけですね。で、脳のは神経細胞といいますけれども、これは再生しないんです。ですから、一旦できてしまったら、あとはもう減ってくるだけなんですね。ですから、何もしなくても60歳とか70歳になると 5% から 10% と減ってくるわけです。ですから、18歳で出来上がった脳はだんだん減っていくわけですから、認知症は18歳から始まる。坂上さん、今おいくつでしたっけ？今年で48です。じゃあ30年、はい、くっと。お前楽しそうだな。いえ、心配してるんですよ。そんな時にこれ脳の老化というのはつまりどういうことなんでしょうか？はい、こちらなんです。はい、脳の老化とはですね、皆さん お聞きになったことあるかもしれませんけど、錆びつき、酸化、これとイコールなんですね。酸化という、錆びつきといいますと鉄がですね、錆びるという感覚があると思いますけれども、脳も同じように錆びついて、これが、すなわち脳の老化なんです。止めたいですね。少しだけ18歳からも始まっているということは、そうなんです。予防というのが大事、予防というのが大事なんですね。すごく大事です。はい、その脳の錆びつきを予防できるというのが今回のこのエゴマ油ということなんですね。そうですね、素晴らしいね。さあ、ちょっとご覧いただきましょうか。はい、こちらです。はい、じゃあこちらです。はい、脳の成分の 60% が油でできているんです。はい、もちろんですね、これは血液を抜いた部分の、60% が油というんですね。これほどたくさんの油でできているので、常に新しい、そしていい油をですね、毎日取ることが、神経細胞をこう、成長させて刺激を与えるってことになるんですね。はい、いやもう
油やったらもうエゴマ油でもいいわけですか。アマニ油とかいろいろありますけど、はい、ココナッツオイルとか、はい、もう素晴らしい、たくさんご存知ですよね。ありがとうございます。そうですね、油でもたくさん種類があるのはご存知だと思います。例えばオリーブオイル、オリーブオイルですと例えば善玉コレステロールを上げて、うんうん、悪玉コレステロールを下げるというような効果があるというのが分かっているわけですね、あるいはご自宅でお使いのサラダ油、まあ、菜種油とかコーン油ですね、ああいうものは免疫の力をつけていくんですね。でこの脳の活性化、これについてはやっぱりエゴマ油なんです。なぜ脳の活性化にエゴマ油が良いんでしょうか。それがこちらなんです、はい、脳細胞を活性化させるアルファと読むんですけども、アルファリノレン酸が入った油の中なんですね。なんだそれ。まあ、これは最初 の VTR にも出てきましたけど、オメガ3とも、呼ばれてますので、オメガ3あれば、まあ、アルファリノレン酸と覚えていただければいいと思います。はい、これどう実際どんな働きをするんでしょうか。アルファリノレン酸というのは体の中で、はい、まあ、DHA とか EPA ですね、こういうものに変わっていくんです。DHA とか EPA というのは青魚によく入ってて、これを食べるといいですよという、ことをよくお聞きになっていることを思うんですけども、まあ、アルファリノレン酸を取るとですね、まあ、肝臓で DHA とか EPA に変わって、そしてそれが脳に行って血流を良くして弱った脳の神経細胞を刺激し死滅を防ぐんですね。他の油ではなかなか代わりは効かないんですか。そうなんですね、まあ、先ほどアマニ油っていうのが出てきましたけれども、はい、アマニ油は結構似たようなアルファリノレン酸をたくさん、含んでるんですけども、でもエゴマなんですね、はい、ですけれどもやっぱり他の油ではなかなか効果がないですね。なるほど、エゴマ取ろう。子供に飲ませエゴマ。どのぐらい違うんでしょうか。はい、そうですね、じゃあこちらのグラフをお願いします。はい、まずですね、例えば菜種油ですね、はい、これは 7.3% アルファリノレン酸が入ってて、オリーブオイルは 0.6 です、はい、ごま油は 0.3% です、それに対してエゴマ油はこうなんですね、そうなんです、 60% もアルファリノレン酸が含まれる。ダントツですね。ですからオリーブオイルの100倍ですよね。そうですね、ごま油の200倍入ってるわけです、これはもう絶対やな。嫁はん見てるか、水筒の中に油入れ、水筒の中に油入れ、子供の水筒の中に油、危ない危ない。ということでごま油の凄さが分かってきたところで、ここからはですねクイズでございます、はい、さあまずはですねエゴマ油を取るタイミングに関する問題、こちらです。うん、さあエゴマ油を食べる時間帯、うん、脳の錆びつき防止に効くのはどっち、うん、A 朝 B 夜、うん、さあどちらでしょうか。皆さんお手元の札をお上げください。どうぞ。さあ分かれました、うん、朝がいいという坂上さん、みんな B なの、はい、いやだって夜取っちゃったらさ、はい、その後寝ちゃうじゃん。だって朝取ったらさ、はい、その後活動してるじゃない、はいはい、そしたらなんかいい感じで吸収していくんじゃないの、始まりにという、うん、一歩直すのは夜、逆でその、まあ、朝起きた時は、まあ、昼間は脳が活性化されてるから、うん、こう夜寝る時に脳が活性化されてない時に油が浸透していくのかなみたいな、寝てる間に始まっていくのがいいかと思うんですよね。さあ先生、正解はさあどちらでしょうか。正解は A の朝です。こちらのグラフを見ていただきたいんですけども、あ、お願いします。これね、マウスというネズミを使った実験なんですけども、はい、朝になると急激に体の酸化、先ほどサビと言いましたけれども、はい、このサビが進むんですね。で夜になると逆にこう落ち着いてくるんです、はい、ということはこの朝、こう活動してですね、酸素もたくさん含みますよね、また紫外線が当たるんです、まあ、そういうものに対して、オメガ3、エゴマ油が効いてくるんです。ですからこのフェーズで、エゴマ油を使っていただきたいんです、ね、こんなの常識じゃないの。正解すると強気ですね。ただむちゃくちゃ言ってくる。はい、夜は取っても意味がないってことですか。そんなことないんですよ、もちろんこれは個人差もありますので、うんうん、夜活動される方なんかは夜を取っていただいても構わないですし、あるいは例えばそのなんていうんですかね、まあ朝食べ忘れたっていう時にエゴマ油って毎日取ってほしいんですよ。ですから朝食べ忘れたら夜でも全然構わない。でも朝だ。今もうすでに認知症になっている方も、うんうん、これを取れば
治る可能性もある。そうなんですね。初期の、認知症に関しては、ね、はい、ある程度、戻ってくるというようなデータがあります。すげえいいじゃないですか。はい、ただし、まあ、ちょっと重篤になった、患者さんに関してはまだ研究中ですので、これが効くかどうかは分かります。さあ、この後はですね、脳のサビつき防止にはエゴマ油を1日どれだけ取ればいいのかを。さあ、脳の錆びつきを防ぐためのエゴマ油、どれだけ取ればいいのかということなんですけれども、エスミさんは1日どのぐらい取ってらっしゃいます、はい、私朝晩料理とかに使っちゃってるんで、はい、結構取ってます。結構朝晩何でも使っちゃう。さあ、ということでここでクイズなんですけれども、あ、ちなみに料理はどんなものに使われてます、エゴマ油。炒めるのも少し使っちゃうし、はい、やっぱかけて生で食べますね。多分それね、エゴマ油の取りすぎで毒になってます。さあ、どうなんでしょうか。ここから問題でございます。こちら、さあ、エゴマ油の摂取量、脳の錆びつき防止に効くのはどちらでしょうか。A 小さじ1杯、 B 大さじ3杯。さあ、どちらでしょうか。札を上げてください。どうぞ。さあ、分かりましたね。小林さん、はい、小さじ1杯でいいんじゃないかと。そうですね、先ほど先生が毎日取った方がいいとおっしゃったので、少なめに毎日摂取するのがいいのではないかと思います。一方、エスミさんはやはり毎日取られてるから、これぐらい、大さじ3杯と。私、このぐらい取っちゃってますね。あのね、それね、多分取りすぎてる。あなたに言われたくない。答えをお願いします、はいはい、正解はですね、この A の小さじ1杯。いやそう、はい、こちらを見ていただきたい。こちらを、はい、実際エスミさんがちょっと伺ってますけれども、こちらにありますようにですね、小さじ1杯ってこの程度の量なんですね。非常に少ないですよね、はい、この程度の、 オメガ、3ですね、はい、同じように魚で取ろうとすると、サバですと 200g です、で、イワシですと 300g になります。すげえ、まあ、例えばこういうものを毎日取るのはなかなか難しいですので、エゴマ油を小さじで1杯取っていただくと毎日続けることができるんですね。しかも朝ね、朝がよりいいんですよね、うん、そうなんです、朝がいいですね。じゃあエスミ、毎日サバ10匹以上食ってんじゃないそういうことね。そういうことですね。計算でいくと、まあ、こう考えるとエゴマ油はちょっと高いイメージもありましたけど、高い、経済的ですね。そう、そうですね、大体ですね、まあ、この1本が1000円ぐらいなんですよ。そうですね、で、180g ですので、大体36日、要するに1ヶ月ちょっと持ちますよね。一人だったら、これあれですか、はい、加熱してもいいんですか。これ次の問題で出てくる。この後です。認知症薬、エゴマ油と最強の食べ合わせ公開です。買ってきたよ。何これ。これはね、浮遊ウイルスも二酸化塩素の力でなんと 99% 除去。一部屋に一個置くのがポイントです。洗面所や玄関のカビ抑制にも、キッチン用品の除菌にも。我が家の衛生対策はクレベリン。携帯できるミニスプレーもあります。これからのミルク会議、そんなにごくごく飲めませんか。脂肪がね、気になる。タンパク質とカルシウムは欲しいですよね。この量でしっかり栄養、プレミル、おいしい。森永乳業。開け閉め便利なピタットパック、世界のクラフトスライスチーズ。クラフト。さあ、ここまででエゴマ油は朝に小さじ1杯の量、つまり朝食に食べれば良いということがね、分かってきましたけれども、はい、さあ、続いてはエゴマ油どのように取ればいいのかという問題です、はい、こちら、エゴマ油と一緒に食べる食材、脳の錆びつき防止に効くのはどっち、はい、はいはい、A 緑黄色野菜、B 卵。さあ、どちらでしょうか。札をお上げください。俺もう頑張って当てに行こう。さあ、直さん、野菜。単純になんかそうであってほしいという願いというか、まあ、自分もなんか昨日やってたアマニ油とかも飲んだりとかするんで、はい、野菜と一緒にやっぱ食べてますね。でエゴマ油もこう飲むとしたら野菜と一緒にこう、まあ、ドレッシングの代わりというか。まだ若いね。先生、正解はお願いします。正解は B の卵。よーし。
高見さん耐えてますね。さあなぜ卵なんでしょうか。はい、エゴマ油とです、ね相性がいいのはタンパク質なんですよ。こちらをご覧ください。先ほど 60% があの脳は油と言いましたけども、残りの 40% はタンパク質なんですね。ですから、この油と一緒にこのタンパク質を取るってことは栄養的にはですね非常にバランスがいいということになります。まあ、良かったですね。良かった。そうですか。味噌汁に入れたりとかどうですか。あ、非常にいいですよ。取りやすいですね。取りやすいですし、まあ、ちょっとコクも出てきますので非常にいいと思います。ドレッシングありでサラダで食べるのは、はい、全然あのいいんですよ。先ほどあの緑黄色野菜と、油の組み合わせってですねすごくよくって、はい、例えばビタミン A はですね、はい、油と一緒に取ると吸収が良くなるんです。ですから非常にいいんですけれども、はい、脳の活性化というところでは、そこを見るとあの卵になっちゃうんですね。だから外れたんだからお重毛があるむちゃくちゃ迷ってたじゃないエゴマ油と卵相性がいいということが分かりましたけれども、はい、さらにここで問題です。こちら、はい、さあエゴマ油と卵の調理法、脳の錆びつき防止に効くのはどちらでしょうか。A 目玉焼き、まあ、目玉焼きを敷くときに油として使うか。さあ B は卵かけご飯にそのまま油をかけるか。さあどちらでしょうか。この後認知症に効くエゴマ油最強の朝食をご紹介します。卵かけご飯にそのまま油をかけるのか、うん、ここまで全問正解坂上さんと小林さん。あれ坂上さん、坂上さん、お二人ともさっき A にしてましたよね。だって今カンペめくれて答え出ちゃってる。勝ちに正解に正解は B のですね、やったー卵かけご飯です。すいません。そんなに勝ちたいんですか。さあこれどうしてなんでしょうか。エゴマ油はですね、先ほどあのお話がありました加熱に弱いんです。加熱に弱い、はい、100度以上でですねエゴマ油そのアルファリロネン酸というのが壊れるんです、壊れるんです。壊れちゃうんですか。またですね、その壊れるだけならいいんですけれども、さらに逆に悪い物質、この次、すみません、お願いします。100度を超えるとですね、過酸化脂質というのができちゃうんです。逆にできちゃうんです、はい、でこれはあの毒になるんです。私こうやって食べてたんです。毎日毒食らってたんです。先生も卵もね、アレルギーの方もいらっしゃると思うんですが、はい、そうですね。でもですからこうな、炒め物でも最後にかけていただくように、はい、で卵がダメな人は納豆も非常にタンパク質がいいので、はい、食べていただくといいと思います。先生どうもありがとうございました。